日本千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷新鎌ヶ谷は千葉県鎌ケ谷市の地名。現行行政地名は新鎌ヶ谷1丁目から新鎌ヶ谷4丁目。郵便番号は273-0107。新鎌ヶ谷駅前にある統計140路線、標識鉄道4路線が交差する新鎌ヶ谷駅を中心に発展しており、鎌ヶ谷市における新しい市街地として進み、現在のところ、 千葉県では大きな変貌を遂げているエリアの一つである。駅名と同様に新鎌と略称される場合が多い。また町の中央を統計140度線が通り、新鎌ヶ谷駅前広場及び市役所横には歩道上に統計140度線がマーキングされている。現在、新鎌ヶ谷駅周辺の約59.1ヘクタールの造成が、 UR 千葉ニュータウン事業本部により開発されており、最終的な計画人口は5700人である。また、新鎌ヶ谷は千葉ニュータウンに含まれないが、新鎌ヶ谷と千葉ニュータウン、成田地区の総称として、東京、成田スコヨーゲイトシティの名称での PR が行われている。新鎌ヶ谷駅周辺の夜景二千十七年十一月一日、現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。新鎌ヶ谷の中心となる、新鎌ヶ谷駅鉄道及び道路が交差する地点にあり、千葉県北西部の交通の要衝となっている。鉄道については、都心や羽田空港、横浜をはじめ、千葉県の主要エリアである松戸、柏、船橋、津田沼、幕張、千葉へ乗り換えなしでアクセスできるほか、 2010年には、成田空港へも乗り換えなしでアクセスできるようになった。道路に関しても、京葉道路や国道16号をはじめ、成田方面や茨城県南部へも利便性が良い。ただし、近年は、周辺道路の渋滞が慢性化しており、それに伴って、周辺住宅地の狭い道を裏道として利用する、車が多くなり、通学路などの交通量が増えるといった問題も、 発生している。このため、区画整理事業と一体で神経成線の連続立体交差事業が進められている。かつては、元八幡駅より、都営地下鉄新宿線を延伸し、新鎌ヶ谷駅まで延長する計画があったが、採算性が見込めないことなどを理由に2013年9月に検討委員会が解散となり、計画そのものが廃止になっている。 なお、新鎌ヶ谷特定土地区画整理事業においては、道路専用の鉄道用地も確保されている。深夜バス、編集国道464号のバイパスとして、北千葉道路が、都市計画決定されているが、現在のところ着工の目処は、立っていない。鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷警察署4鎌ヶ谷、ショッピングセンタークロスモール、新鎌ヶ谷東横インオリジナル千葉新鎌ヶ谷駅前、 鎌ヶ谷総合病院、新鎌触れ合い公園新鎌ヶ谷駅前新鎌ヶ谷駅、校内いずれも新鎌ヶ谷地区内ではないが、新鎌ヶ谷駅を最寄り駅とする。毎年9月に新鎌通り及び、市役所前にて、よさこい鎌ヶ谷が開催されている。ありがとうございます。